ポーソン感動反応とは、アルキン、アルケン、そして一酸化炭素が2、2プラス2プラス1から感化不可反応で結びついて、アルファ、ベータシクロペンテノンを与える化学反応のこと。最初に報告された時の触媒は、ジコバルトークタカルボニル8であったが、その後の研究により他の触媒で代用されるようになった。上の例のように、非対称なアルケンやアルキンを基質とした。 分子間反応では一選択性が問題となる。下の例のような分子内炎因では一選択的な感化が起こる。ロジウムを中心金属とするウィルキンソン触媒酸はトリーフルオロメタンスルホン酸銀を除触媒としてポーソン感度反応を進行させる。モリブデンヘキサカルボニル6は1酸化炭素源として働く。アレンとアルキンに加え、 ジメチルスルホキシド中で加熱して感化させる。鉄、シクロブタジエン錯体に、硝酸セリウムアンモニウムを作用させて、鉄を帰離させると、自発的に2プラス2プラス1から感化が進行して、縮合感化合物を与える。パウソン、PL コンド、IU&NYA キャド、サイ、1977-295-2創設、ブランコエルゴイティ、 J アノーブ、L ペレスセラーノ、L ドミンゲズ、G ペレスカステルス、J、ケム、ソーク、レブ、2004、33、32、ドイ、10.1039、B30976、エハットチョン、エノサング、BK キム、J スパーク、SB ソ、SD シン、JY イン、KY チョイ、YK ピュアオペル、ケム、2002、74、 8591、オンライン版テント、JL1、H ブラウンド、KM、テトラヒドランレット、1995、36、2407から2410、ドイ、10.1016、0040から4億390万315から、4ゼーゲル、BA アン、MH スナッパー、ML、アンク、ケム、INT、エド、2005、44、 4929から4932、土井、10.1002、兄へ、2億50万1100。ありがとうございます。